戦争時のポルトガル植民地ポルトガルの植民地戦争は1961年から1974年にかけてポルトガル政府軍とポルトガルのアフリカ植民地の独立勢力との間で争われた戦争である。旧植民地では解放戦争とも呼ばれる。第二次世界大戦の後多くのヨーロッパ諸国が植民地の独立運動に手を焼いて 独立を承認したのと対照的に、ポルトガルのエスタドの母体制は、数百年にわたる植民地支配を放棄しようとしなかった。これら植民地は1951年から1960年代にかけ、公式には、海外州とされた。しかし、実質的には、植民地時代とほぼ変わらぬ統治が続いており、それに不満を募らせた。 海外州の住民は徐々に独立運動を激化させ、1960年代には多くの武装独立運動が出現し始めていた。それらの多くは、カンクップ参下の共産主義政党によって引き入られていた。独立運動は、特にポルトガル領西アフリカ、ポルトガル領東、アフリカ、ポルトガル領ギニアにおいて活発となった。この戦争中に数々の残虐行為が、 戦争に関与したすべての勢力によって生じた。戦争期間を通じて、ポルトガル政府は、国際社会からの非難を受け、武器の禁輸措置や、経済制裁にも対処せねばならなかった。独立ゲリラの統合組織には、アンゴラの MPLA、UNITA、FNLA、ギニアビサウの PAIGC、モザンビークのフレディモなどがあったが、独立戦争の成功は、 これらの組織による戦火だけでなく、ポルトガル本国で1974年4月に起きたクーデターの影響も大きい。ポルトガル軍部の一派 MFA は、終わりなき植民地戦争を終結させるべく、リスボンで放棄、政権を掌握した。革命政府は、植民地に残る軍を撤退させ、独立ゲリラへ迅速に支配権を明け渡した。 この1974年のカーネーション革命による戦争の終結は新たな独立国からのヨーロッパ系、アフリカ系を問わず数十万に上るポルトガル市民、軍関係者の引き上げをもたらした。最大の海外州であるアンゴラとモザンビークからは100万人を超える人々が立ちのいた。この一連の移住は平和裏に行われた移住のうち史上最大の規模であった。しかし、 独立を勝ち取った旧植民地は順風満帆とはいかず、アンゴラとモザンビークでは生産な内戦が数十年続き、数百万の死者及び難民を生んだ。経済や社会状況の悪化、共産主義による独裁、汚職、貧困、不平等、政策の失敗といった諸問題は独立当初の情熱を腐らせていった。社会秩序と経済発展の水準は、 ポルトガル植民地時代と変わらず、むしろそれに追いつくことが独立後の課題となっている。ポルトガルは1415年にセウタを攻略し、アフリカ大陸に植民地を築いた最初の西欧国となったが、アフリカ大陸から撤退した最後の西欧国ともなった。ポルトガル級植民地は独立国となり、アンゴラはアゴスティニョネとモザンビークはサモラマシェル、ギニアビサウでは、 ルイス・カブラルが大統領となった。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国とソビエト連邦という二つの超大国は、思想的、経済的、軍事的にも自らの影響力を拡大するため、植民地支配に対抗する世界各地の反乱勢力を自陣営に取り込もうとした。アメリカは、ホールデン・ロベルトを指導者とするアンゴラ人民同盟を支援。 この支援を受けたウッパは拠点である、今後民主共和国からアンゴラへ侵攻、ポルトガル人入植者だけでなく現地のアンゴラ人を多数虐殺した。これらの虐殺の証拠となる写真が、その後国連にて開示された。白人、黒人を問わず、子供も首を切られているというものであった。アメリカのケネディ大統領は、ポルトガル首相サラザールへ、速やかに植民地を放棄するよう通告したという。 しかしサラザールはこれを退け、海外領土を守るためにすぐに増援を送った。こうしてアンゴラでの植民地戦争が始まった。他のポルトガル植民地でもほぼ同様な流れで戦争が始まっている。これの背景には1955年にインドネシアのバンドンで開かれたアジアアフリカ会議がある。この会議では植民地主義に関するフォーラムが開かれた。 米ソ冷戦という世界状況の中、独立した手で同じような問題に直面している国々は、二つの超大国の間で、どちらの側につくのかという圧力にさらされていた。会議参加国は、いわゆる第三世界として、冷戦の勢力均衡を図り、彼ら自身の影響権を確立することで、自らの利益と独立を保とうとした。この動きは、 かつての植民地帝国の影響力を弱めることとなり、第三世界の結束を強めた。1950年代後半、ポルトガル軍は1926年以来の独裁政治による体制的矛盾を抱えていた。第二次世界大戦で中立を保ったポルトガルは東西対立の蚊帳の外にあり、また広大な海外領土とその住民を守るための負担も増大していた。 1949年、ポルトガルは NATO の設立とともに原加盟国として参加し、NATO 指揮下に入った。NATO の目的はソ連の侵攻から西ヨーロッパを守ることであり、このことは国家にとっての生命線たる海外領土におけるゲリラの反乱に対抗する上では不要なものであった。しかし NATO 加盟により植民地戦争での作戦計画の立案及び、 遂行を行う優秀な軍人が育成されることにもなった。彼らは、ナトー世代と呼ばれ、出世街道を進み、体制への忠誠心は希薄でありながら、すぐさま政府や軍の最も高い地位につくことになった。植民地戦争は、このようにして、西側の民主主義国家に強く影響を受けた軍部と、独裁体制の政治権力との間に断絶を作り上げていった。 アメリカ政府の後ろ盾を受けた体制への母帝リョモニスのクーデターをこの規律の始まりと見る研究者もいる。これを受けて植民地での紛争に対処する独立した司令部が設けられることとなったが、これは後にポルトガルの陸、海、空三軍の協調の欠如を生む失策であった。最初の紛争は1961年2月4日、アンゴラのザイエレ州、ウイチェ州。 クアンザノルテ州といった州で構成される北部反乱地域と呼ばれる一帯で始まった。アメリカの支援を受けたウパは民族自決を掲げ15世紀以来の植民地支配に反旗を翻した。ポルトガル政府はサラザール政権を含めそれまで一貫して支配の正当性を他民族の融合や現地人の文明化ルゾトロピカリズムに求めそれにより 植民地と国民を統合していたので、これに真っ向から否定したことになる。ポルトガル政府にとって植民地帝国としての威信は守られなければならないものだった。ここで注意すべきは、ポルトガル領アフリカ植民地では、教育を受けた現地人が軍の専門職や行政府、教育、衛生機関、官僚、及び 民間企業においてかなり高い地位につくことが認められていたことである。加えて植民地化の初期からポルトガル人と現地人の通婚はかなり一般的で珍しくないことだった。初等及び中等教育、また技術教育は広められていてポルトガル人だけでなく現地人にもその門戸はかなり広く開かれていたのである。この政策の実際例として独立運動や 植民地戦争における主要な位置を占めることになる。アフリカ人は、海原地の学校や、あるいは、ポルトガル本土の学校や大学で教育を受けていた。サモラ・マシェル、マリオ・ピントでアンドラーデ、マルセリーノ・ドス・サントス、エドワルド・モンドラーネ、アゴスティニオネと、アミルカル、カブラル、ジョナス・サビンビ、ジョアキン・アルベルト・シサのグラサ・マシェルなどがそれにあたる。 1960年代のポルトガル植民地にあった大きな国立大学は2つあり、一つはアンゴラのルワンダ大学、もう一つはモザンビークのロレンソ・マルケス大学である。同時代にポルトガル本土にあった国立大学は4つでしかなく、うち2つはリスボンにあった。ポルトガルの社会では伝説的サッカー選手であるエウゼビオを含め多数の人物が同化。 融合政策により活躍していた。アフリカでの共産主義と反植民地主義の拡大に従い、多くの非合法政治組織が祖国独立を求めて設立された。反ポルトガル、反植民地主義プロパガンダがなされるようになったものの、アフリカ植民地では依然として、ポルトガル人あるいは根血の住民に優位な政策や発展計画がなされており、 現地人の利益にはほとんど還元されなかった。ゲリラ組織の公式声明によれば、このような状況が国家による分断と社会的混乱に苦しむ現地人の多数を突き動かした。大部分の現地人は技能の向上や経済的、社会的地位のための機会や財産をポルトガル人と同じように享受することはできなかった。統計的に、 ポルトガル植民地では確かに白人の方が多くの現地人よりも豊かであり、教育機会にも恵まれていた。1961年、コンゴに拠点を置くウーパが国境を越えてアンゴラ北部に侵攻、白人1000人、黒人6000人を虐殺した。これにはアメリカ政府が関与していた、ポルトガルの植民地戦争の勃発である。ケネリ大統領はこの後に、 アメリカ領事館を通じ、サラザール首相へ、植民地の速やかな放棄を通告した。また、アブリラーダとして知られる、アメリカの支援を受けたクーデターが、エスタドの防衛体制転覆を狙って発生したが、これは失敗し、かえって、サラザール政権の権力を強めることになり、結局、虐殺の報復として、アンゴラ2軍が送られた。ポルトガルは、戦争に伴って、 動員兵力を急速に増し、独裁政権下において重度に軍国化した政策を施した。すべての男子は3年間の兵役義務につき、その多くが海外州での戦闘区域に展開されるべく招集された。これは植民地戦争の終結する1974年まで続いたが、アフリカ系国民の兵力投入は顕著で、活動部隊の半数にまで及んだ。 1970年代の初めまでにこのような状況はポルトガルの軍事的能力の限界に達していたがこの段階ですでに戦争は政府軍の勝利がほぼ確定していた戦争後期に入って軍事的脅威は縮小しアンゴラとモザンビークへの移民が実際には増加しているゲリラとの戦闘はアンゴラではほぼ収束しギニアでは 総力戦に近い状況となったが、地域の支配権は依然として、ポルトガル軍の側にあった。モザンビークでは、北部での戦況が悪化している。研究者によれば、アメリカはこの時点で、ポルトガルのアフリカ支配を確実なものとして見ていた。カーネーション革命の発生はこれを覆し、アパルトヘイト政策を実施する南アフリカは、慌てて軍事介入に踏み切り、 後のアンゴラ侵攻の原因となった。ポルトガルは他の植民地帝国に比して、より長い期間アフリカに君臨していたために、現地人勢力と強固な関係を築いていた。そのため、ゲリラとの戦いは終始有利に進んでいた。このような状況により、アメリカは反体制派への支援を早々に打ち切ってしまう。ソ連は世界の他の地域では軍事的勝利を収めてきたものの、 この地域では成果を得ることができず、劇的な戦略の展開を打ち出した。当該地域でなく、ポルトガル本国に焦点を合わせたのである。死傷者の増加と経済的格差の増大により、国民の不満が高まる中、軍部の青年将校らは、容易に共産主義思想に影響された。1974年前半、独立ゲリラは分断され、 中心部から遠く離れた壁地に追いやられていた。ポルトガル軍は、アンゴラ、モザンビークのすべての都市、町村を確保しており、人種を問わず、住民を軍事的脅威から守っていた。安全かつ平常な状況が、ポルトガル植民地で保たれていた。唯一の例外は、ポルトガル領ギニアで、アフリカ大陸における最小のポルトガル植民地である、同地の独立ゲリラは、 隣国のギニア共和国とセネガルの強力な支援を受け、かなりの戦果を収めていた。共産主義の影響を受けた軍将校の一派は、後にカーネーション革命と呼ばれるクーデターを1974年4月25日リスボンで起こし、政府を打倒した。これは政治と経済の混乱を生んだが、隠し改革が行われ数年で、正常は安定、民主化が行われ、 1986年には EU に加盟。高水準の政治経済の安定を得るに至る。アンゴラに展開するポルトガル軍アンゴラ海外州の文章詳細はアンゴラ独立戦争を参照ポルトガル領アンゴラではアンゴラ人民同盟が北部で反乱を開始した。1961年2月4日、アンゴラ解放人民運動がルアンダの刑務所に襲撃をかけ、 警察官7人が死亡。1961年3月15日、ウッパが白人系住民と黒人系労働者の虐殺を始める。この地域は大規模な軍事作戦によって奪還されたが、ゲリラ活動の他の地域への拡大を止めるには至らず、カビンダ州や東部地方、南西地方、中央高原地帯に飛び火した。ポルトガル軍のアンゴラでの反乱鎮圧作戦は、 植民地戦争全体の中でも最も成功した。様々な理由はあるが、1974年までにポルトガル軍はアンゴラで確実に勝利を収めた。アンゴラはアフリカの国の中で比較的大きく、ゲリラが隣国にある安全な避難所に逃れるのには長い距離を移動せねばならない。アンゴラの中心部にある都市圏からコンゴやザンビアまでは遠く、 アンゴラの東部はポルトガル語でテラスドゥーフィムドゥームンドとまで呼ばれる。別の要因として3つあった独立ゲリラの組織が互いに反目し戦闘を行っていたことも挙げられる。戦略もまたこうを奏した。フランシスコ・ダ・コスタ・ゴメス将軍は戦争を軍だけでなく関係する民間組織とも共闘して行うという姿勢で対ゲリラ鎮圧作戦を成功に導いた。また、 他の戦線と違い、ポルトガルは南アフリカ共和国の支援をアンゴラでの作戦中に受けることができた。ギニア海外州の文章 PAIGC の検問詳細はギニアビサウ独立戦争を参照ポルトガル領。ギニアではマルクス主義のギニアカーボベルゲ独立アフリカ党が1963年1月に戦闘を開始した。PAIGC のゲリラは 主婦ビサウの南西に位置するティテにあった、ポルトガル軍司令所を襲撃、反乱は、植民地全土に広がり、ポルトガル軍の断固たる反撃が必要となった。ギニア・ビサウでの戦争は、PAIGC の指導者アミルカル・カブラルと、現地の作戦責任者アントニオ・デスピノラ将軍の対決となった。1965年、戦争は東部にまで広がり、同年 PAIGC は、 小規模なゲリラ組織であるギニア独立解放戦線が活動中だった北部地域への進攻を行う。この頃、PAIGC は東側諸国、特にキューバからの軍事的援助を受けるようになっており、これは戦争の終結まで続いた。ギニアビサウでの戦争では、はじめポルトガル軍は主勢に回り、すでに放置している都市を防衛することしかできなかった。 これは特に陸軍にとっては困難な状況で都市部から離れればすぐさま PAIGC 軍に攻撃されるというのが常であった。PAIGC が勢力を伸ばすに従いポルトガル軍の士気は下がっていった。PAIGC は比較的短い期間でポルトガルから支配権を奪うことに成功しているがギニアビサウが比較的小さな面積しか持たなかったことも要因の一つである。 他の植民地と違い、小規模な部隊しかなかったギニアのポルトガル軍の作戦展開は、父として進まなかった。1960年代の後半になって、スピノラ将軍によって行われた軍の改革が、ギニアビサウでの反乱鎮圧作戦に改善を見せ始めた。海軍の上陸作戦の実施により、特殊海兵部隊が投入され、未発達で湿地の多いギニアビサウでの機動力の、 問題を解決。特殊海兵隊は、軽装備で、折りたたみ式の M961 ライフルと3 7ミルロケットランチャー、さらに H&KHK21 のような、軽機関銃を装備し、沼地の多い土地での機動力を高めていた。1970年、ポルトガルは、セクトゥーレ政権の打倒を狙って緑海作戦を実行。目的は、 ギニアコナクリでクーデターを起こし、PAIGC の海、空兵器を破壊、さらにアミルカルカブラルを捕らえ、ギニア内のポルトガル人捕虜を解放することであった。作戦は失敗したが、捕虜の解放と PAIGC の船舶破壊は成功した。ナイジェリアとアルジェリアがギニアへ援助を申し入れ、ソ連も西アフリカの警護を名目に、戦艦を派遣した。目的は、 ポルトガル軍のさらなる攻撃作戦の牽制だった。1968年から1972年の間、ポルトガル軍は攻勢を強め、PAIGC の拠点を攻撃した。またこの頃、ポルトガル軍は従来にない手段を反乱鎮圧に採用し始め、独立ゲリラ組織に対し政治組織の分断を図った。この戦略は1973年のアミルカル。 カブラルの暗殺という形で身を結んだ。しかし、それでも PAIGC は勢力を増し続け、ポルトガル軍に対して猛攻を加えている。この傾向は PAIGC がソ連から重大空砲や QK32 などの対空兵器の提供を受けるようになってから一層顕著になり、ポルトガルの空軍戦略において大きな脅威となった。ギニアビサウでの戦争は、 ポルトガルのベトナム戦争と称された。PAIGC の兵士はよく訓練され、指揮官も有能だった。加えて、隣国のセネガルとギニアにある安全な避難所で十分な補給を受けることもできた。ギニアのジャングルは PAIGC の同盟者との国境に近く、このことは国境を越えて攻撃と補給を繰り返すゲリラたちにとって戦術上かなり有利に働いた。逆に、 ポルトガルにとっては、アンゴラやモザンビークにおけるローデシアや南アフリカに相当する友好国が存在せず、孤立無縁であった。ギニアビサウは PAIGC ゲリラ、ポルトガル軍双方が植民地戦争中で最も過熱に戦ったため、損害も最も多かった。そのため、1960年代から1970年代、はじめにかけ、アンゴラやモザンビークと異なって、 経済成長率は伸び悩み、社会経済的政策の効果も発揮できなかった。モザンビーク海外州の文章詳細は、モザンビーク独立戦争を参照ポルトガル領、モザンビーク、東アフリカでの独立戦争は、最も遅く始まった。独立ゲリラを率いたのは、マルクスレーニン主義のモザンビーク解放戦線である。 ポルトガルに対しての最初の攻撃は1964年9月24日、カボデルガード州チャイで行われた。戦闘はやがてニアスサ州、中部のテテ州にまで広がる。11月16日、北部のシラマ地方での戦闘に、オイポルトガル軍は初めて敗北する。その頃には、独立ゲリラの勢力は、相当に大きなものになっていた。モザンビークには、 少数のポルトガル軍部隊しか存在しなかったため、フレリモの拡大を許すことになった。ポルトガル軍は南部へと撤退を始め、マラウイからの援助を受けられるテテ州のメポンダやマンディンバといった町を目指した。1967年までフレリモはテテ州に関心を示さなかった。フレリモは北端にある二つの州に目を向けていた。ニアスサ州を獲得することで、 ザンベジアとの回廊を作ることに狙いがあった。1970年4月までフレリモの軍事活動は着々と増していった。主な活動領域はカボデルガードでサモラ・マシェルが指揮を取っていた。モザンビークでの戦争はローデシアの大々的な介入を受け、ポルトガル軍の援助のみならず、単独でも作戦が行われた。1973年まで 植民地の大部分はポルトガルの支配下にあった。1970年、ポルトガル軍のカウルザでアリアガ順省によるゴルディオスの結び目作戦が実行される。モザンビーク北部のゲリラ基地を破壊するという内容だった。議論の分かれるところであるが、歴史家や戦術家はこの作戦は失敗であったと見ており、さらにポルトガル軍への状況を悪化させたとも言われる。 しかし一方で、この作戦に関わった、双方の将校、部隊、立案者、それも、フレイリモ側の高官にも、この作戦は、ポルトガル軍の圧倒的な勝利として述べられてもいる。しかし、それでも、マルセロカエターの首相により、アリアガは更迭された。これは、リスボンにおいて革命が起こる、直前のことだった。アリアガの失脚は、おそらく政権から反乱を疑われたことが、 原因だろう。テテ州のカオラバッサダムの建設には多くのポルトガル軍部隊が借り出されていたが、このダムの建設計画はフレリモの攻撃の対象となり、フレリモはたびたび攻撃を仕掛けては失敗した。1974年にはフレリモによりビラペリーへの迫撃砲攻撃が行われた。ビラペリーは大都市であり、これがフレリモの最初で最後の都市攻撃だった。 1963年5月に設立されたアフリカ統一機構はその第一目的をアフリカの国家間の協力とアフリカ人同士の結束を高めることに置いていた。またもう一つの重要な目的としてアフリカにおける植民地主義の根絶を目指していた。OAU は国連の安全保障理事会にポルトガル植民地が置かれている状況を訴えた。 OAU はダルエスサラームにてアフリカの解放組織を支援する委員会を立ち上げ、これにはエチオピア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、タンザニア、ザイ,イール、ギニア、セネガル、ナイジェリアが参加した。委員会の支援として軍事訓練と武器の供給が行われた。また OAU は FNLA によって組織されたアンゴラ亡命革命政府の正当性を世界に 発信する活動もいった。これらの支援は、1967年から MPLA とその指導者、アゴスティニオネトにも行われ、1972年11月には、両組織が統合を行えるよう、承認を行った。1964年、OAU は PAIGC をギニアビサウ及びカボ、ベルデの代表国として承認し、1965年には、 クレリモをモザンビークとして承認している。ありがとうございます。